の泉とやらはこの地を抜けた先か。急ぎ軍を進めるとしよう。証拠りもなく私の邪魔をしに来た。この先へは進ませない。オーディン様の元へは行かせん。敵のお出ましか。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。よもやこの地にまで踏み込む。自ら滅びを早めるようにこっけはいそうだ、やつも近づいてきているんだ私は滅び、またまみえよ。見せてあげる。好きなだけ甘くなる。だが滅びの運命からは逃れられない。そんな、何事もなかったかのように復活するなんて。やってくれるの？その強さわし以上かもしれない。一緒に楽しく踊ろう。はい、任せよ。これもお仕事なんだよ。あれの風船は好ましい。いつまでも見ていたいものよ。気配が近づいている。見せてあげる。間もなく。まもなくこの世界は滅ぶ。我が望みが成就するのと引き換え。見せてあげる。オーディン、やはりまた姿を現したか。魂を滅ぼさん限り倒れぬとは不愉快なやつよ。不愉快でも戦うより他あるまい。この先へ進むためにはな。あれ、皆さんおさらいで。これならオロチ様もきっと満足してくれるわ。来た。ちょうどいい。ここの始末はあの者たちに任せるとしよう。手助けしないと。どうやらオーディンは去ったようだな。早々に妖魔軍を退け、この地を抜けるとしよう。さあ、先に出してやろう。妖魔があんなにたくさん。ここは私に行かせてください。一緒に楽しく踊ろう。はい、任せよ。助けてやるな。未来を信じて戦えば道は開けます。皆さん勇気を奮い起こしてください。妖魔どもに罠愛の力を注ぎ込んでくれよ。さあ行ってあやつらを封鎖せい。妖魔どもを強化したようだ。実のもとを断ちたいところだが。こんな奴らに敗れるわけに。弱者相手に何を手こずっている。どけ、俺が砕き潰してやる。いいか腰抜けども、この俺に続け。敵の倒し方を教えてやる。見せてあげる。俺も遊んであげようじゃないの。ラッキー。やっ
孫悟空の分身か。猿の一つ覚えではあるが厄介だな。俺が行こう。心眼を見抜けば早急に型をつけられるはずだ。残った妖魔どもを殲滅するぞ。さすが鮮やかなものだな。比較にも目を奪われた。俺の他にも戦士と呼べる奴がいたか。共に敵を血祭りにあげてやろう。見切った。猿の本体は遊ぶな。やってくれるの？その強さわし以上かもしれん。ウッキー、これが本物大当たりって、なんでバレたの？仕事柄心眼を見極める眼力は鍛えているのでな。滅びを欲する我を倒せずして生に勝ち得たオーディンを倒すことはできん。強者たちよ、我を超えてゆけ。あいたたた、そんじゃ俺は帰るぜ。あとよろしく。守備は上々。残る敵を討滅せん。とうとう現れたか、オロチよ。ここがお前の選んだ終幕の地というわけだな。オロチ、ようやく現れた。そこを動くな。貴様は俺が倒す。オーディンの生への執着、それが破滅を呼ぶ力となり満ちていく。この地こそ我が滅びにふさわしい。待ちわびたぞ強者、我に挑め。これで終わるか。オロチよ、ついに自らの望む永遠の滅びを得た。